静岡学園中学校、高等学校は、静岡市青井区東高城町にある私立中学校、高等学校。略称は、静学。静岡市内では、学園でも通じる。偏差値は、静岡県内の私立高校では、トップクラスである。春夏冬の長期休みには、特別授業を行っている。以前は、静岡市駿河区生一色に所在していたが、 隣接する静岡県草薙総合運動場の改修計画に伴い旧、静岡県立静岡工業高等学校跡地に移転。2009年4月7日、移転概要、建設計画が住民説明会で公表され、その後、県議会を経て2011年4月に移転することが正式決定した。なお、移転に伴い、 新カリキュラムを採用した全国初の教養科学科を設置することが発表された。高君高友三心、高友精神の表現スクールカラー緑と議論、声楽カラーと呼称することも多々ある。制服、その他男女教養のベストなどがある。数学生一色にあった頃の校舎数学生一色に、アルコーシヒ運動部文化部サッカー部は、個人技をベースとした、 ショートパスをつなぐスタイルが伝統となっている。全国初登場となった1976年の第55回全国高等学校サッカー選手権大会ではその独特なスタイルが注目を集め、初出場ながら準優勝。プロの監督として伊田勝通りが1972年から2008年まで指導していた。練習グラウンドは駿河区矢田にある 静岡学園やラグランド。1995年、2003年には全日本優選手権準優勝。また、2002年には中学にもサッカー部が作られ、U-14 東海大会優勝、U-14 全国大会3位などの成績を収めている。2008年には JF プレミアカップで優勝し、イングランドで行われた。 マンチェスターユナイテッドプレミアカップに出場した。2009年には、全国中学校サッカー大会で優勝した。これまで長い間、高校総体への出場は叶なわなかったが2010年、沖縄大会に総体初出場。翌2011年大会も連続で出場を決め、決勝まで進出し準優勝を成し遂げた。2020年、令和最初の、 第98回全国高等学校サッカー選手権大会にて青森県代表の青森山田高等学校を相手に前半2点の先制を許すも前半アディショナルタイムに1点、後半に2点を取り返し逆転し3から2で24年ぶりに静岡県勢として全国制覇を果たした。この優勝は第74回大会での 鹿児島実業高等学校との両校優勝より二度目で、静岡学園としては、初の単独優勝であった。2018年3月16日、男子2年生体操部員が釣り輪の練習中、セーフティーマットに額から落下、外傷性軽椎損傷を意識しまひや、排尿微障害の後遺症が残った。2020年5月20日、被害元生徒の19歳男性と家族が、 学校側が安全配慮義務を怠ったとして、学校法人静岡学園に医者料や介護費用など約4億2000万円の損害賠償を求め、静岡地方裁判所に提訴。ありがとうございます。